皆さんこんにちは、おじまるです。今回はソロキャンプにとってもちょうどいいソロティピーテントをご紹介します。今回ご紹介するのはゴーグランピングの三両二股ティピーテント TC180 です。こちらのテントの特徴は二股ポールが最初から付属されていまして、薪ストーブのポートもついています。薪ストーブを使う方にはとても過ごしやすいテントとなっていますので、今回ご紹介しようと思いました。そしてですね、この三両二股ティピーテント TC180 には最初から前につける小さなタップみたいのがついてるんですが、今回はこの付属品を使わずにですね、あるものをつけました。あるものっていうのは、最初に言ってしまいますが、アスタヤエーグさんのシルスですね。こちらのシルスなんですが、最初つくかわからなかったんですが、実際に取り付けてみたら、これがですねかなりジャストフィットしていまして、これをつけることで快適に過ごせたので、それも合わせてご紹介します。それでは早速ですねご紹介したいと思うんですけど、今回はですね、割とフランクにというか友達にですねテントの紹介をするような感じで、気楽にご紹介したいと思いますので、それでは早速行ってみましょう。はい、早速ですねこの外観なんですけど、高さが180センチ、そして一辺が270センチ、 2.7 メーターのサイズになっています。このサイズはですね結構ソロで使いやすくて、しかも設営も簡単で撤収も簡単というところで、おすすめしたい点ではあります。はじめにご紹介したように、こちらはゴーグランピングの三両二股ティピーテントにアスタヤエグのシルスをつけたものです。どうですかね、結構かっこよくないですか。格好もそうなんですけど、この前に小さなタープがあるだけでかなりですね快適に過ごすことができました。例えば雨の日とかはこの前があるとないとではかなり大違いです。こういうティピーテントっていうのは三角になっていますので、開口部を上げた時に結構雨とかが入ってきてしまうんですよね。それを防ぐためにこう小さな感じですけどシルスをつけることで快適度が増します。三両二股ティピーテントにシルスを取り付けた前方から見てみます。はい、こんな感じでねシルスがついてるんですけど、はい、結構コンパクトには感じるんですけど、ここのひさしがあるだけでかなり違いますね。設営もとても簡単で、ポールを1本買えば、その他は全て付属されています。その他すべてっていうのは、この二股のガイロープと、あとはこちらのですね取り付けのガイロープが付属されているような状況ですね。そしてテントの左側に煙突ポートがあります。結構ですねこう上から見ていくと、下の方ではないですけど、少しですね真ん中から上ぐらいのところに煙突ポートがついています。これによってですね、割と薪ストーブをセットした時に左側に寄るので居住スペースが確保できます。後ほどテントの中も見てもらいますが、まずは外観をチェックしています。そしてですねこちらですね、両サイドにガイロープを取り付けるところがあります。こんな感じでガイロープを引くと、ここにですねベンチレーターがあります。ベンチレーターの状況はこんな感じですね。メッシュになっていますね。そしてこのガイロープを引かなくても、こちらを取り付ければこういうふうにメッシュの換気が開くようになっています。そして両サイドにですねこのゴーグランピングのロゴがついています。そして上部のベンチレーターは左右に2つついています。はい、こんな感じですね。ベンチレーター自体はそれほど大きくありません。上部のベンチレーター自体は大きくないんですが、左右の下にあるベンチレーターがかなり大きいので、こちらから空気が入って上の方に抜けていくような感じになると思います。現在はですね麓っぱらに来ていて、雪が積もっている状態でキャンプをしました。そしてですね、こちらはちゃんとですね四方にスカートがついています。冬にキャンプをやるときにも冷気の侵入を防ぐことができます。そしてですねこちらにトグルがありますので、このスカートを巻いてですねスカートをなくすこともできます。夏場とかに換気を良くしたい場合はこちらのスカートを巻くといいと思います。そしてこのテントは後ろと前に出入り口があります。
これも結構いいところですよね。片側だけのテントっていうのはやはり換気とかも悪いですし、見晴らしも悪かったりするので、前後が空くと景色のいいところで見通しよく過ごすことができます。それではテントの中に入っていきたいと思います。このテントで気になる部分としては、まずこのファスナーですね。こちらのファスナーが、止水ジッパーなのはまだいいんですけど、これがダブルファスナーではないので、下から上に上げるような感じで開けるんですけど、こちらがですね、ダブルファスナーだったら下だけ閉めてこちらの上だけ換気するとか、そういうことができるので、実際はですね、こちらダブルファスナーにしてもらいたかったなっていうところはあります。ここがこのテントの残念な部分です。こちらの開口部は前方ですね。こちらもですね、やはりダブルファスナーではなくてシングルのファスナーになっています。前と後ろの出入り口のこのパネルですね、布ですけど、こちらは巻き込んでですね、トグルでしっかり止めることができますので、そのまま開けっぱなしにすることもできます。パネルはですね、止める場所はここの下の方の1箇所だけですね、こちらだけです。本当は2箇所あったらもっとしっかり止めれるかなと思うので、ここもですね、2箇所あったらいいなと思ってます。現在ですね、前方のパネルを片側だけ開けたような状態です。片方のパネルをこうやってペグで止めておけば、こういうふうに片側だけ開けておくこともできます。前後のパネルを開けるとこのような開放的なテントになります。前のパネルを両方開いた状態です。このようにするとかなり開放的になりますよね。夏場などはこうやって過ごすといいかもしれません。それでは中に入ってレイアウトを見てみます。実際にですね、先ほどまでキャンプやっていて荷物はかなり片付けてしまったんですが、まずはですね、薪ストーブの位置、薪ストーブの位置はだいたい真ん中からですね、左側になります。煙突ポートはこのようになっています。こちらは何年製で、現在この薪ストーブを使っています。この薪ストーブはチタン製で、こちらは薪煙突になっているんですが、薪煙突にガードをつけなくても燃えることはありません。このように薪煙突を配置した場合には、コットを置く場合右側になるか、もしくはテントの奥になります。昨日キャンプをしていたんですが、僕はだいたいこのコットの上に座っていました。そしてコットに座ると前側はこんな感じですね。今テントの左側を見ているような状況ですね。こちらに薪ストーブがあって、この辺りはかなり広いスペースがあります。昨日は結構贅沢仕様で、薪ストーブとここにですね、石油ストーブを置いていました。そしてですね、薪ストーブの横にはこういう台を置いてですね、薪を置いたりしましたね。あとはですね、こちらの方にテーブルを置いたり荷物を置いたり、そういうスペースが十分にあります。両サイドの換気はこのような大きなものになっていまして、煙突ポートはこういう位置関係です。はい、天井にはですね、この二股ポールが見えますね。テント後ろを全開放した状況です。テントの後ろと前を全開放すると本当に開放的ですね。真ん中にポールがないのでとても過ごしやすいです。二股ポールが最初から付属してるっていうのはとてもいいポイントだと思います。二股ポールの接地面はこんな感じですね。二股ポールが広がりすぎないようにこういうテープが付属されています。このテントはサイズの割には二股ポールでとても過ごしやすくて開放的なテントなんですけど、少しデメリットというか気になる点があります。それはですね、ランタンとかを吊るす場所がほとんどないっていうことです。ほとんどないというかゼロですね。 LED ランタンなどを吊るす場所がないので、僕はこの二股ポールの間にこのようにロープを張ってこんな感じで取り付けています。これはですね、一酸化炭素チェッカーなんですが、ここにですね、ゴールゼロなどの LED ランタンを吊るすと、ちょうど真ん中に吊るされるので下が明るくなります。このロープの結び方ですが、巻き結びという巻き方でこちらを取り付けてます。
まあ、これはですね、こう引っ張りの力にとても強いので、まあ、こういうふうなところに取り付けるのにはとても良い結び方です。煙突ポートの外側ですが、こちらは普段この TC 素材が被っている状態ですが、これを巻き込んでこのように煙突ポートを出します。こちらのいいところはこの難燃素材がついているので、この TC 素材にですね、触れることがないっていうところがいいですね。これがないと誤ってこの薪ストーブの煙突が当たって TC テントを燃やすことになるんですが、これをしっかりですねカバーしておけばそういう心配もありません。このテントのシルスの取り付けはとても簡単で、まずはここのですね頂点にシルスのここをかぶせるような感じですね。そしてこのテントのペグを利用してですね、このような感じでガイロープを張ります。はい、こんな感じですね。これが後方のガイロープで、あとは前方ですね、こちらはこんな感じでベルトがあるので、これもですねテントを設営する時のペグを利用して取り付けることができます。本当に簡単ですね。あとはですね前のポール1本を取り付けて完了です。テントの高さは一番高いところで180センチ、 1.8 メーターですね。ここですと大体の人は立つことができるんですが、こういうティピーテントなんでやはり横になるとかなり低くなります。ですのでだいたい過ごすときはちょっと中腰みたいになって、腰が悪い人には少し苦痛かもしれません。今回はゴーグランピングの三両二股ティピーテント TC180 とアスタヤエグのシルスの組み合わせをご紹介しました。この組み合わせはですねかなりソロテントとしては最強の部類に入るんじゃないかなって思っています。設営も簡単ですし居住性もいいということで、皆さんにお勧めできるテントではないかと思っています。こちらの三両二股ティピーテント TC180 には付属として小さな三角形のですねタープみたいのがついてるんですが、これを一回取り付けたことがあるんですが、かなり取り付けがめんどくさいです。そして取り付けたことによって得られるメリットみたいのも少ないんですね。それに比べてこの1万円ぐらいするシルスを買うとですね、前で焚き火を楽しんだりすることもできるので、かなりおすすめの組み合わせとなっています。僕のチャンネルではこのようにキャンプ道具のレビューやキャンプ動画を YouTube でアップしています。ぜひチャンネル登録して応援していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。